お尋ねしづらいのですが、どうして離婚を？実は結婚式の直前に嫁が逃げてしまって。え？いつもこのパターンだ。俺の婚活は離婚理由を聞かれてはドン引きされるの繰り返し。せっかく女紹介したのにまた失敗か。初っ端から正直に話しすぎなんだって。俺一生独身かも。俺は信じ、結婚式の前日嫁に逃亡され苦し紛れに婚活をする悲しい男だ。一応一回は結婚してんだから、その言い方は間違ってるぞ。お前本当に俺を慰める気ある？まだ桜のこと引きずってるんだな。あれから半年だぞ。そろそろ切り替えてだな。今の俺にとって痛いのは、逃げた桜と結婚式を挙げる前にすでに入籍をしていたこと。幸い記入済みの離婚届を置いていってくれたから離婚はできたものの、罰はつくわけで。桜が残した手紙には、とても一緒に生活できないとだけあり、義両親には DV まで疑われる始末。嫁が出て行った原因がさっぱりわからない状態での婚活は精神的に厳しすぎた。そんなある日、学生時代からの友人正樹から久しぶりの連絡があった。正樹はイケメンでバンドもやっている超モテ男だ。彼は自分の収入で女を養うというより、いつも女の子から貢がれる側。正直羨ましい。再来月に結婚することになったんだ。おお、浮き名を流した色男がようやく結婚か。まあな、結婚式来てくれるよな？行く行く。周囲の友人が俺を腫れ物扱いする中、良くも悪くも遠慮のない正樹に嬉しくなる。でも急でごめんな。彼女が入籍日にこだわるもんだから。まあ気にすんな。もう入籍はしたのか？うん、昨日した。紙切れ一枚で夫婦って実感ねえわ。まあ式の後は二次会で楽しく飲もうや。こっちでホテルも用意しとくからさ。マジか、そりゃ楽しみだな。ぶっちゃけ式より二次会が本命なんだよ。また昔みたいに騒ごうぜ。入籍という紙切れ一枚の重さにメンタルやられた俺をよそに、楽しげな正樹。今は一日一日が辛いけど、また正樹と昔みたいにバカやれると思うと、少し気持ちが軽くなった気がした。そしてあっという間に正樹の結婚式当日を迎えた。それでは新郎新婦の入場です。え？どういうことだ？なんと親友の花嫁は元嫁の桜だったのだ。そこから先はよく覚えていない。桜と正樹は知り合いだったのか？知っていて俺をわざと呼んだのか？怒りを通り越し、もう何もかもどうでもよくなった俺は、この際存在を消して何事もなかったかのように振る舞おうと思ったのだが。シンジ、久しぶり。え？さくら、シンジのこと知ってんの？知ってるも何も、元旦那だもん。まあ新婚生活ゼロ日だけどね。は？どういうこと？知ってて俺を呼んだんじゃないのか？シンジか別れた嫁がさくら？もう過去のことでしょ。友達がさ、シンジのことをお金持ちだよって紹介してくれたから、すっごい期待して付き合ってたの。でも蓋開けてみたら収入が200万とか言い出すのよ。年収200で結婚とか冗談きつくない？別れて当然でしょ。だから式を挙げる前に見切りつけたの。出て行った理由はそれかよ。そうよ、低収入の貧乏人と結婚は無理だって。女は人生かかってるんだもん。信じてダメなら、金が目的なら俺と結婚したのはなんで？またまたとぼけちゃって。さくら知ってるんだよ、まさきが実はお金持ちだってこと。は？だって年末にインスタグラムへ投稿してたじゃん。とうとう収入が今月100万超えましたって。こんな素敵な式もあげてくれるし、指輪も好きなの買えって言ってくれるし、シンジとは運命の差だよね。はあ、私本当に幸せ。女って離婚したら半年は結婚できないじゃん。早く結婚したくてイライラしちゃった。さくら、お前勘違いしてるぞ。シンジの収入200万ってのは年収じゃなくて月収だからな。え？知らなかったのかよ。シンジは俺たちのマンションのオーナーでもあるんだよ。え？
仮に年収200万だとしたら、あのペースでブランドバッグのプレゼントは厳しすぎるだろう。一緒に生活しててそんなのもわからなかったのか。え、背伸びして消費者金融行ったんじゃないの？そんな見栄を張るようなことしないよ。火に油を注ぐようだが、あともう一つ、俺の月収は100万じゃないぞ。あれは年収だ。は？だってインスタグラムに、あれ嘘だったの？嘘じゃねえよ、ちゃんと書いてたろ。今月で100万超えたって。バンドの収入が年末最後の月で年間トータル100万超えたってことだよ。はあ？嘘よ。本当だって。式は桜の希望だから全部桜餅じゃん。そりゃアドレスも予算も口出さないよ。指輪だって自分で買うんだから好きなの買えばって言っただけだろ。なまさきはこういうやつだ。女がまさきに貢いで当たり前の世界で生きてきたのだから。だからまさきが結婚するって聞いてびっくりしたんだけどな。式はもうグダグダで、とても続けられる状態ではなく中止に。開き直った俺たちと新郎側の友人は、久しぶりに集まったからと居酒屋で飲んで騒いで用意されたホテルに泊まったのだが、神事開けて、私よさくら、私たちもう一度やり直せると思うの。勝手な勘違いで人をあんな風に見捨てて、今さら何を言っているんだお前は。ついでに言っとくが、俺ら離婚だから。当たり前でしょ、まさきには式の費用も指輪代も払ってもらえますからね。は？っていうかそもそも俺クレジットカードないし、支払いの時お前のカード使ったよな。あ、もしもし、フロントですか？知らない女性がドアの外で叫んでるので何とかしてください。ちょっと何すんのよ、神事に用があるんだってば、話しなさいよ。これを機に金輪際さくらと会うことはないと思っていたのだが、懲りずに我が家へ突してきたさくら一家、呆れて物が言えない。あの時のことを正式に謝りたいの。神事にひどいことをしたわ、償わせて。神事の心の傷は私が癒してあげ。じゃあ慰謝料と式のキャンセル料を払ってもらおうか。え？正式に謝りたいんでしょ、償うんでしょ。まずはこれからだよね。二度と俺の前に姿を現さなきゃ、もしくはまさきと夫婦でいるなら請求する気はなかったのだが、そう来るなら俺だって容赦はしない。弁護士を通してきっちり清算してもらう。結局まさきとの式の費用と指輪代に加え、俺への慰謝料と式のキャンセル料も払う羽目になったさくら一家。がっくりと肩を落として帰っていく後ろ姿は見物だった。その後さくら一家は家を売り払い、小さなアパートへ移動。一家総出で残りの借金支払いと生活費の捻出に精を出しているらしい。自業自得だ。さて俺も嫁さん探しに本腰入れないとな。また合コンのセッティングでも頼んどくかって。結婚することになりました。今日をもちまして合コン大魔王は合コンを卒業します。どうやら俺の春の訪れはまだまだ先のようだ。